列車は20時16分発大阪神戸方面新快速姫路行きです。京都を出ますと高槻、新大阪、大阪、尼崎、芦屋、三宮、神戸の順に停車をいたします。列車の到着いたしましてもドアキー広くお開けいただき、売り上げますお客様をお先にお越しいただきますとともにご乗車いただきましたら